時時刻は10時になりましたトークアバーとダイスの工藤大輝です今夜もラジオラジコそしてトークアブアートの公式 YouTube でお届けしていきますさあ早速本日のゲストをご紹介したいと思います本日のゲストはこの方です すすすのボーーカルギタ片岡健太でおお願願いいしししままよろくもう何回目とか言うのももうちょっとはばかられるぐらい俺たちの間にはそんなのはもうそんなのはいらぬいやありがとうございます前回がその7月代打でパーソナリティやっていただいてバンドメンバー全員でねありがとうございますなんでその時僕がいなかったのでだからそれでいうと1年ぶり。 そっかぐらいになりますけども。そうとは思えないけどね。そうなんですよ。なんかなんででしょうね。なんでだろう。いいんだよ。何も隠すことはないんで。あ何もまあまあまああの。ちょこちょこ会うも。気金で会いますからね。ね。だから何ででしはう。ハハ言ってない太貴くんを見んの久しぶり。なんか正常なね汗もかいていない。つるっとした状態の。つるっとした状態の。いやいや。びしょびしょの確かにを見てるから。いや嬉しいですよ。でもあのフェスも多分今今後ちょっと。そうなん。 同じ、同じ日に出るから。ね、めっちゃ楽しみにして。四月。はい。めっちゃ楽しみ。いや、嬉しいです。見に行きます。もう残って全部見ますから。<laughs> 本<当>いや、これ、マジで,すマジです、そうに。いいんだよ。いやい,、ね、<laughs> いやいやいや。いや,いやいやいや、マジで楽しみにしておりますけどね。そんな中で、まあ、ちょっと、まだまだ絡みもあるんですけども。うん、今日は、ちょっとお届けする、本日のトークアバート、テーマの発表はですね。ちょっと片岡さんの方に、お願いしたいと思います。お願いします。はい、トークアバート、今日のテーマは。 10年後も変わらなそう。はいということで、すみかが今年結成10周年ということで、うん、5月にはですね横浜スタジアムでのライブも行ったということなんですけども、リスナーがちょっとやっぱ10代の子たちも多いんですけども、10代の子たちが10年後も変わらなそうだなって思うっていうことは、どんなことなのかというところで、うん、メッセージ紹介していこうと思います。<い>ラジオネーム京さん京 10年後も変わらなそうと思うことは寝相の悪さですなるほどね、うん、起きた時に寝た向きとは反対向きになってしまったり芸術的な寝癖ができていたりするのは10年後も変わらないと思います、うん、ねえことですけどもなるほどね寝てる時はもうコントロール不可ですからねそうだよねはいなんか寝てる時こうだよとかってメンバーにさ言われたことある、はい、タイプありますなんか癖ある寝てるのあの僕あのこうやって。 うわやるんですやだなんか歯ぎしりではなくて何か食べてるらしいです。えー、<laughs> 心配し <laughs> でもこれ歯医者にも言われて「あ,れあなた奥歯が削れてるから<ー>多分歯噛んでるから<ー>ちょっとマウスピースしたワに寝る時に」って言われたりとかしたんですけど。<laughs> あの、すみません、やってないっす。なるほど。はい。やってないっす。そっか、歯がじゃ、あ10年後はなくなってるかも。なくなっちゃかもしれないですけど、これ。あ、田中さん、どうですか。そのメンバーの方に。ちょっとなんか、じゃ、移動してる時に寝てた時とか。こういう癖あるとか。俺はあんまないんだけど、キーボードのメンバーが。めちゃくちゃでっかい声で。あの、固有名詞を叫ぶんだよね。ほ。うポッキーとか。え、寝言でです。かそう。やばいっすね。や、え。 起きてんのかなと思ったんだけど、寝てんええ。本人はその記憶がない。ないらしい。あ、ないんだ。恐怖だよね。え車、高速道路移動してて、トイレとか言うから、トイレかなと思ったら、寝言なの。ええそんなもはっきり、そう。もう、にゃとかじゃないんですね。じゃない。やっぱ、いろいろありますね。まあ、コントロールできないからね、寝てるときはね。確かに。しょうがないよね。はい。ということで、じゃあ、続いてはですよ。リスナーと電話がつながってますんで。 もう直接聞いていこうと思います。こうもしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。ダイスの工藤大極と住みかの片岡健太です。お名前どうぞ。神奈川県の木梨店です。さん。さあさあ早速10年後も変わってなさそうなことをおやいてみてください。えー、10年後もきっと。 トマト食べられないんだろうな。<おー> <laughs> いらっしゃるんですよ。結構トマト無理系な方がねあーあーあーいるね。うん。いついつからですか。ずっとですか。あの本当にちっちゃい頃からダメで、うん、最初は幼稚園の頃に家かレストランかで出てきて、うん、衝撃的なまずさに驚いてそこからてて。<laughs> <laughs> てきましたねかなり時間あでもこう不可抗力でさ給食とかお弁当とかで出てきちゃう時もあるじゃないそううういどしてたの給食で出会ったことはなかったんですけど幼稚園のお弁当に出てきて食べたくないな嫌だなと思いながらずっとつんつん転がしてたら床に落としてあら。 そしたら先生が落ちちゃったから食べなくていいよっていうふうに捨ててくれてちょっとそれを見て落っとしたら食べなくていいよってもう幼少期はわざと落とすっていう回復が学んだんだ悪字が働くようになったんだね。 これよくトマトダメダメ系ななな子たちにあるあるるんんでですすけど、はい、そそのの全般ダメなんですかトトマト味の何々とか、うん、いろんなものがあると思うんですけどトマトって大丈夫なものもある火が通ってればもう全部大丈夫ですじゃあケチャップ系のとかそういうのは大丈夫、ね、あそうですあのミネストローネとかトマトパスタとかも美味しいって思いますなるほどね逆にじゃあ何がやばいんですかあの トマトが取ってくるトマトジュースとか、うんうん、あちょっとなんかトマトパスタでも生のトマトを刻んでなんかバジルソースで合えましたみたいなのはもう無理ああなるほど、はい、だからあの液体系の方向だね、はい、そうですねなるほどまあ、ね、でもあるあるなのかもしれないですねそ、はいはい、のためでね火、はい、がってなくてガッときちゃうやつねなるほどね うん、まあでもねだんだんその大人になってくるとさ、うん、トマト食べなくてもいい世界線になってくるじゃない確かにだから食べなくてもいいんじゃないって俺は思うんだけどどうなんだろう、うん、それはそうですね。 でもやっぱり健康にいいって聞くと食べれたらなって思うのと、うん、あと、はい、勝手なイメージなんですけど、はい、あの色白でスタイルのいい人って朝ごはんにトマトとか半食にトマトとか <laughs> <laughs> なんか好んで食べてるイメージがあってそうなんだねん <laughs>、はい、そんなイメージがあるんですね。はい 他にもトマトって食べられますか？おお好きですね。うん、俺も好き。うん、全部大丈夫です。よい。う朝起きてだってそのすぐトマト食べるもんね。え、朝イチで冷やしてあるからさ。冷やしトマトですか？ずっとだから冷やしトマトのストックがあるから。そう、筋トレ行く前にですか？そう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 。食べてからじゃないとやっぱ始まらないなっていう塩かけてさ。いや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 。食べて。塩かけてね。うん。いやうまいですけど。朝イトマトね。 でもそれぐらいいけたらいいよねじゃあお二人の色白の秘訣はトマト、うん、いや多分ねかな。関係 <laughs> ないと思うよ関係 <laughs> ないと思うけど <laughs> まあ健康にはいいはずだから、えー、食べれた方がいいとは思いますけども健康とか美肌のために チャレンジしてみたいと思って。そう、トマト用意してるんです。あれ、自主的に。あすごいよ。素晴らしい。えっと、その用意したトマトは。いわゆる、かぶりつく系のちゃんとした普通のトマトですか。丸、丸のトマト。ああ、牛乳。ハードルが一番高いところに。エンジャード。手を伸ばすんですね。わかりました。じゃ、でも、今ここで。これチャンスですもんね。そうだね。変わるなら今だ。二人が今。しっかり。

ちょっとどれぐらい、や、やばいな、それ、いった。飲み込み、飲み込みました。飲み込んだ。あ、飲み込んだ音と思えない音が聞こえたけど、今グフって。どう、あの、どう、でした?。その飲み込んだ事実はあるとしても、その。なんだろう。今後行けそう。いや、無理。それだと、もう、この電話、はただの罰ゲームなんよ。そうだね。うん。 まだむせててるもんねねちょっと呼吸整えやなんかこういい食べ方があったらいいんですけどね好きなのと食べる好きなのと好きなものと合わせてってことかキムチが好きでやってみようかなと思って用意してますキムチトマトトマトのキムチあるよねああそうなんだうんありますよねミニトマトのキムチとかあるからワンちゃそれとかからやってみたらいいかもしれないねいいね

俺の意味。いいいやややどっちだろう、それは、ど、どう。あ。あ。キムチ嫌いになりそう。ええ、悪い影響を与えてる。うん、それで言うと、あの、トマトのキムチっていうのは、トマトとキムチを一緒に食うことではないんですよ。あの、ミニトマトを、キムチのように、こう、つけることですから。はい。あの、つけてみてください。 あの漬物作るみたいな感じでもしかしたらそしたらいけるかもしれないあ検討します <laughs> うん検討 <laughs> ぜひ前向きに検討してください検討して全勝してくださいはい無理のないようにしてくださいそうだね無理のないように、ねはい、ありがとうございます、はい、じゃあ,あの改めて10年後の自分に向けて一言お願いします ごめんなさい、色白美人は無理そうです。<laughs> <laughs> 断言しちゃった。まあまあそれでもいいさ、いいさ。うんうん、楽しく生きれればそれでオッケー。はい <laughs> はい、ひろ、はい、さん電話ありがとうございます。ありがとう。はい、ありがとうございました。<laughs> さあとということでお送りしたのは「すみかでうでん結構」ですけども、はい、こちらは、うん、10年前の2013年にリリースされた曲と、はい、いうことですけども、まあ、そしてハマスターの1曲目そして最後に演奏された曲というふうに伺っておりますけども、うん、10年前に作った時のなんだろう感覚とか覚えてらっしゃいます、うん、覚えてるねあ覚えてますかそ,その前に組んでたバンドを、ね、11年やってて <laughs> はい、はい、いろいろこう まあ立ち行かないことがあって、うん、まあそのバンドは活動休止ってなって、はい、でまた新たにバンドやるぞってなった時に、うん、まあ11年バンドやってうまくいかなかったのに、うん、またバンドやるのっていう空気だったのよ周りが知り合いのバンド仲間も、はい、自分のまあ家族とかもそうなんだけどそれでもやっぱりやめたくないんだよって。 っていう状況を自分たちで自分たちを鼓舞しなきゃと思ってだから雨降ってるけどやるよっていう気持ちで作った曲だからめちゃくちゃ覚えてるねこれしかも「ハマスタ」の時雨降ったみたいなそうなん聞きましたけどそんなことありますかねよくできた話だなよよくできた話ですよ住処で1曲目作った曲だから1曲目にやろうって気持ちでやったんだけどでまあこの「ハマスタ」の日のセットリスト 合計4時間ぐらいライブやったんだけど一番最後にまた運転休校やって終わるっていうのをもともと決めててなるほどで雨降ってきたから当日これは持ってるなといろんなすごいっすねいろんなやっぱ奇跡が重なってどうでしたかパフォーマンスしてその「ハマスタ当日」なんかもう狙って作れないだろうねああいう日はやっぱミラクルが起こってさやっぱトラブルもあったんだけど雨が降ってるから あのー、スタジアムの中でねセンターステージでやる曲があったんだけど23、はいはいはい、曲やれたんだけど途中で雨がひどくなっちゃって、うん、そのステージ閉まって、えー、センターにテント立ててる間に<う>急遽ちこう予定してなかった曲を弾き語りでやったりとか、まあ、バンドのメンバーついてこれる人ついてきてもらってみたいな何からこう生感があるというか、うん、<laughs> トラブルがあるけどひたすらこう。 寿司を握り続けたみたいな大将みたいな気持ちゃった。なんかあのそういうなんだまあトラブルっていうかいろんな奇跡ってそのアリーナとかって室内じゃないですか。だから意外とそういうのまああるはあるですけど野外に比べて少ない気してて。なんかスタジアムならではな感じするなって思いますね。外的要因っていうか。誰もねコントロールできないじゃない。天候。そ確かに。アクシデントは。フェストガもそうですけど。そうだね。野外のなんか。 逆に面白さみたいなのって、うん、そこなのかなっていうね楽しめたからねそれが良かったなと思うねヤン、はいうん、ということで本日は結成10周年の住処の片岡健太さんとリスナーのみんなの10年後も変わらなそうなこと聞いていきます、うん、番組は YouTube だと放送エリア関係なく聞けますのでぜひ YouTube でもお聞きくださいチャンネル登録高評価もお願いしますということでそしてですね Twitter でのリアクションの方もお待ちしております、うん、ハッシュタグカタカナのトークアバウトでお願いします ということで改めて片岡さん今日はお願いします。 TBS ラジオからラジオラジコ YouTube で放送中の「トークアブウト」d a −の工藤大輝です今日のメッセージテーマは「10年後も変わらなそう」ということで住みカの片岡健太さんとお届けしています引き続きお願いしますお願いします続いてもですけ、ね、ど、うん、スナーとお電話つながっておりますんでやっていきましょうもし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 こんばんは こんばんは。わわダイスの工藤大樹と、住処の片岡健太です。お名前、どうぞ。愛知県大学三年、キョロです。キョロさん。さ,んさあ、キョロさんが10年後も変わってなさそうっていうこと、何ですか。はい。十年後もきっと捨てられないんだろうな。ああ<ー>。捨<ー>てられない。いろいろあると思います。なん、なんだろう、ね。なん何が捨てられないんだろうな。何ですか。 昔から収集癖っていうのがあって一つのものにはまってしまうといいっぱ集めてしうんでこれ決して悪いことじゃないんじゃないかなと思うんだけどそのままでいるのはななのかもう飽きて興味なくなったものでもせっかく集めたからっていう気持ちが勝ってしまってなかなか捨てられないです。なるほどねね飽きちゃうんだ まあ収集兵はまあ我々メンズもよくね,ねありますからスニーカーだったり服だったりいろいろありますけども、ね、これキョロちゃんはこれどういうものにハマってったんですか？はい、小説とか、うん、漫画とかをよく読んでて、はいはいはい、その本の帯を集めることにハマってました。帯 <laughs>？本は本は取っといてんの？取ってます。ますあああ、で帯も別で取っといてあるんだ。 そうですねえわ帯捨てちゃうもんなこれはでもあの僕去年ね本出したんですけど本の帯ってすっごいこう出版社の方も気を遣って作るというか、うん、帯でいろいろ決まるからっていってもちろんこう表紙とかも気を使うんだけど帯と同じぐらいこう気にかけて作ってるから。 確かにねこれを集めてるっていうのは嬉しいと思うきっとなんかこうなんだろうコマーシャル的なというか、うん、ちゃんと情報量がめちゃくちゃありますもんねで芸能のね違う方からのコメントが寄せられてるとか、はい、そういうスペシャルなところがあったりとかするけどもこれ写真これもらっておりますけどもすごいねこれ見ると、はい、<laughs> とんでもない量これ今どどれぐらいあるの 今八十ちょいあります。八十ちょい。おれ、えー、らすごいわ。これだから二つに折って撮っといたんだ。はい、そうです。うん。これもう見るだけでキャッチコピーの勉強になるな。なりますね。どういうふうにこう皆さんいろいろ出版社の方がね作ってるかっていうのが分かる、ね。勉強になる、ね。これ面白い。え本自体も全部撮っといたんだ。本はでもあげちゃったりとか、うん。うん。 捨ててはないんですけど売っちゃったりとかもあるので全て手元に残ってるのはあんまないです逆に帯の方が残ってるみたいなあそうですね珍しいなこれなんかあの収集する人あるあるかもしれないけどこれはレアアイテムだみたいなこの中でいくとレア帯だみたいなお気に入りの帯とかってあるのかなお気にに入りは真んん中のの下方あるですけど 悲しくなったら泣けばいい怖くなったら叫べばいいってやつなんですけどパって見ただけで内容知らずに手に取って買ったやつだったので、うん、あすごい印象的です帯買いそうです帯買いだ <laughs> もうジャケ買いならぬこれは喜びますよ出版いやそうですね<ー>でも確かになパンチある帯ありますもんねいや なるほど。でもう別に帯ぐらいだったらでもいいんじゃないの？ね取っといてあって。多ね。うん。まさか他にもあったりするんですか？いや他にもあるんですけど。何 <laughs> ですか？他だとキーホルダーとかを集めるのもハマってました。俺も集めてたよ。集めてた。大気面だってそうだよね。よく、はい、あのパンツのこの。はい。 ベルトドホルダーのところにさ、はい、なんか竜の剣みたいなキーホルダージャラジャラしてるもんない個ぐらい片岡さんそれ俺の過去を除いたんですか <laughs> 確かに過去をつけたことはあるです。あ<ー> <laughs> <laughs> みんな好きだよなあのあんなの絶対買うんだから場所も何も関係ないのになぜかあの竜の鶴が竜が絡みついた鶴がはい何なんでしょうね一緒だねだから大気面とね一緒ですよただちょっと物量が多いね写真今僕ら拝見しておりますけどもすごいね10個とかじゃないねこれそうですね何個ぐらいあるんですか30はあると思いますすごいなこれすごいわ うん、いやこれねすごいこれもまあさっきの帯と一緒でさいっぱいこういろんな種類のさキーホルダーがあるかなと思うんだけど、はい、例えばまあこれあえて上げるなら、うん、こののキーーホルダーは思いいああるるなみたいのあるのそれがそんなに思い出はなくってないんかいないんかい。<回><回> <laughs> 覚えてないのが正直あります。そうだな俺も龍の剣どこで買ったか覚えてねえもん、ね。そうだな。これどこの龍の剣だか覚えてないしょ、ね、覚えてないですね。いや、でもこれさ、俺ちょっとパッとこの写真見て思うんだけど、<え>これストラップよね。そうですね。はい、だからこれ、ガラケーの時よね。ガラケー。ガラケーをまずは。<laughs> ああ<ー>、ジェネレ <laughs> ーション。ギャーとか。 iPhone にはつけれないけどパカパカしてる携帯にはつけれたやつたちだと思うのよこの細いコードのやつだから時代を時代を感じるそうか携帯は持ってなかったけどこのキーホルダーだけ集めてたんだそうですねなるほどねたまごっちとかにはつけれたのでああそういうことかいやすごいよちなみにさキーホルダー以外にもハマってるものとかあんの 前はアニメとか見てたのでアニメ関連のグッズとかも集めてたりはしましたなるほどねちなみにどんなアニメ進撃の巨人とかああ、いいよね集めちゃうよねああいうの集めちゃいますわかります私は集めてるわでもこれさっきも話したけどさ飽きっぽいってしたから帯もそうだしキーホルダーもそうなんだけど基本的にもう全部これ飽きてるってこと そうですねあの一回興味なくなってしまうともう一回ハマるってことがなくって取っておいても仕方ないんですけど集めた努力がとか思っちゃいますねなるほどねも僕ねいい方法思いつきましたよん何メルカリに出そうおいリアルだねレアなものいっぱいあるだろうしね捨てる神あれば拾う神ありみたいなやあのこの中のキーホルダーをマジでめっちゃ血まなこで探してる人がいるかもしれないそうだな うん、その通り。だ僕はメルカリで、あの、あの、サウナのガチャガチャ全部揃えました。はい、やっぱ需要と供給をね、このピッチングさせてくれるから。ありますからね。まあ、そういった形で手放していくみたいなのもありかもしれないけども。まあ、だから、捨てられないっていう性格もありますよね。うん、そうね。片岡さん、どうですか。あの、捨てれるタイプですか。断捨離系男子か、それともできない系男子か。あの、重い腰を上げた時に、とんでもなくいろんなもの捨てる人。 捨てちゃいいけなもののであエンジンかかったらもう捨てちゃえ捨てちゃえってあとあとああやっちゃったっていうそ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 うなるほど来週のライブで着ようと思ってた衣装を捨てたりするいややっちまそんなことはないでしょう普通はちょっと勢いがね勢い出ちゃう百二十ゼロなのなるほどなるほどでもゼロの時はだからあちょっとやめとこうみたいななるわけですよね大捨てれる？僕はねもう断捨離マンです断捨離マンだはい も定期的にだからもう服とかもあのクローゼット1個分しかないんですあそうなんやそこに収まらないのはもう処理していくって決めてますえ<ー>衣装とかも着たらまあ後輩に譲るとかなるほどねやってますねじゃあ俺前回会った時につけてた竜の剣のキーホルダーもうないんで <laughs> 竜の剣のホルダーに関してはワンチャン実家にあるっす、うんうん、あ実家あ <laughs> <laughs> しかも銅も銀も金も持ってるしああいいじゃんはい多分ありますけど、うん、まあでもキョルちゃんはだからあいキョルちゃんあれ 実家暮らしそうですああまあ一人暮らし仮にしたとしたら実家にこう置いとくっていうのもまあありかもしれないけどねんかもったいない気もするんだよね全部一気にバンって捨てちゃうのさ。さんか思い出は思い出はだからキオホルダはあんまないのかキオホルダははいあんまりでもこの収集癖は多分大人になっても続きそうな気はするよ何かしら違う形でうんな今集めてるのとかあんの 今はそんななに集めてていですい、うん、抑えてます、ね、空気だでもだから下手し片子さんみたいにスイッチが入っちゃったら、うんね、めちゃくちゃ集め始めるかもしれないからちょっとその時はいいバランスを保って集めてくださいはい、はい、じゃあちょっと10年後の自分に向けて一言お願いします収集壁はほどほどに抑えて。 もう至極まっとうな答えですねああああ。消費者金融みたいな、本 <laughs> 当 <laughs> に。まだね、本当これ重さんでくるからね。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと気をつけてください。はい。はい、でもありがとうございます。ありがとうございました。はい。 お送りしたのはスミカキャンンプセッションでイン・ザ・フライトと、はい、いうことですけども出会いの歌ですかねそうですねうん<の>こちらも横浜スタジアムでも披露されているということで、うん、まあキャンプセッションになるとちょっとまた全然違っただいぶ緩くなるねうん、うん、これなんかそういうアレンジにしようってもう決めてやった感じなんですかそうあのテーマ頑張らないだから<笑><笑>そのキャンプセッションのテーマはライブ中もお酒飲んだりするし、はい、あなるほどなるほど 酒飲んでこうギターの指板が見えなくなってもあの怒らない誰も怒らないもうその時はそういうテーマですよごめんねって言ってことですよいやでもだからだからそれは逆にレアでそうそう見る機会少ないからっていうことですよねそんな一面もあるよあるよとその振り幅が楽しみだと魅力はいご両氏伊古両氏ですいやでもその通りだと思いますよはいということで片岡さんこの後も引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします。 how about TBS Radio. Talk about with Taiki Kudo. TBS ラジオからお送りしています「t カバ k ここからはインフルエンサーとして活躍しているネオちゃんのコーナーナです今日は「新大久保特集」ということでまあね夏休みに行きたい行こうと思っている人も多々いるんじゃないかと思ってますんでまあちょっと参考にしてもらえたらねいいんじゃないかと思いますそれではねおちゃんよろしくお願いします 聞いてるシャキーンネオ t b s ラジオネオトークアバウトサイリスナーの皆さん、はい、でもこんばんは、ネオです。シャキーン今週のネオトークアバウトはですね、韓国カルチャーが体験できる街、新大久保について特集していきたいと思っております。韓国めちゃめちゃ好きなので、今回の特集楽しみにしてきました。 東京の新大久保の定番スポットや最新情報を紹介していきたいと思っております新大久保についてお話を伺うのはですね最新の可愛いトレンドを発信する SNS メディアシュクレの編集長マロ、ま、さんですよろしくお願いしますお願いしますこんにちはこんにちはマロ、ま、さんめちゃめちゃ可愛いんですよ <laughs> いやとんでもないですえお顔とか公開するんですかえっないですねねねね初めましてですかじゃ<ぁ>公開するってなったら初めましてレアなんじゃないですか <laughs> <laughs> シュクレ編集長のマロです。よろしくお願いします。えっとですね、シュクレ私個人的にめちゃめちゃ見てて、びっくりしました。本当ですか？来てくださるっていうのを見て、え？っと思ってもう一回 SNS 確認したぐらいえ嬉しい。ありがとうございます。見てたのでびっくりしたんですけど、あのですね皆さんぜひこの放送を聞きながらでもいいんですけど、インスタでねアカウント名が SUCLE であのアンダーバーかなで出てくるんですけど。 すすっごいいね可愛いんです投稿が例えばスタバのカスタムとか紹介するのがあったり、まあ、いろんなスポットだったりお家で過ごす日に見たい映画だったりとか、まあ、フードとかそういうの限らずスポットとかもいろいろご紹介していて気になる情報がすっごいねめちゃめちゃ載ってるんですよ。可愛いいでですすね<え>アカウントありがととうさっっきちょろっと聞いたんですけど かなり少人数でね、そうですねはい、はい、編集部は3人ですごいですね、はい、もうずっと SNS 見てる感じですよううね、もう寝るもん、もううちに SNS を見て <laughs>、それは寝てください、<laughs> 今すぐ寝てください。<laughs> <laughs> じゃあ改めてちょっとシュクレのメディアについて、はい、ご紹介していただいてもいいですかはいシュクレは今日の私愛しい私っていうコンセプトがありましてうん、うん、流行の0.5歩先っていう一歩まで行かない0.5歩先っていうところを<ー>あの抑えたあの情報をお届けしている SNS のメディアになります主に Z 世代の女性に向けて自分自身の今の生活を少しでもなんかちょっと愛おしいと思ってもらえるような情報をお届けできるようなアカウントになっていましてぜひインスタグラムとかもフォローしていただけたら嬉しい 是非皆ささん見てみてみください <laughs>、はいは今日はですねそんなシュクレ編集長のマロさんに新大久保についていろいろ聞いていきたいなと思うんですけれどもそうめちゃめちゃ聞きたいことがたくさんあるのでよろしくお願いいたします。じゃあまずはですね新大久保にまだ行ったことがないとかそんなに知らないという方ビギナーの方に向けたおすすめのコースをご紹介お願いします。はいはい <laughs> ちなみに新を私、最近あまり行けてないんですけど <laughs>、はい、ここ数年で変化してるもともと、ね、5年ぐらい前とかは韓国好きな子が結構集まってる。韓国アイドルが好きだったりとか文化が好きな子が集まってる子が多い街だったんですけど今はなんか韓国に限らずなんか新しいものだったり、うん、あととはちょっとインパクトのあるものっていうのがあの。 新しいカフェとかができやすいような韓国に興味がない子も集まっているような街になってます、うん、もう第二の原宿って言われたんですけど <laughs> はい、はい、今まさに人が一番集まっているのが新大久保なのかなと思ってるのでそうですねなんか<う>トレンドが好きな子が集まるっていう印象がありますねうんうん、うん、じゃあまず新大久保についたら何しましょうかねそうですねやっぱり定番で食べてほしい韓国のおやつがハットクに、うん、なりますその中でもジョンのハットク、うん そうですね。ジョンのハットクってお店がえっと渋谷とか原宿にもあるんですけれども、うん、店舗数が国内1位の、えー、1> になってまして、はいはい、結構有名なお店です。うんうん、これ、韓国でも人気だったりするんですか？そうですね。うん、はいはい。 なんかポテトモッツァレラみたいなのとかモッツァレラあんこみたいなちょっと珍しい味とかもあったりするので食べたことある方にも結構おすすめ、うん、あのお好みの味が見つけられるかなと思いますちなみにマロさんは何味が一番好きですか、うん、いやモッツァレラあんこです <laughs>、えー、んな食べたことないかも <laughs> ちょっと甘じょっぱい感じですごい美味しいですでまず来たらジョンのハットグを食べてという感じですね,、うん、ですねじゃあ続いてハットグ食べたらどこに行きましょうか 続いておすすめなのが、うん、ビールームスタジオという韓国風のプリクラが撮れる写真スタジオになります。はあ、私これ今日 SNS で見ました。あ,あ、本当ですか？これちょっとブルーライトなあ、そうですの雰囲気のところですねですです。ちょっと店内もすごいあのおしゃれな感じで、なんかこう結構インスタとかで四枚のこう縦に並んだ韓国のプリクラみたいなの最近よく見ると思うんですけど、うん、それが撮れます。 なんかその日本のプリクラと全然違うじゃないですか韓国のってこうまさになんていうんですか加工とかじゃなくてその雰囲気がかわいいみたいなこの店ヘアアイロンとかとサングラスとかカチューシャとかが結構無料で借りられたりするのでじゃめちゃめちゃいい状態で取れるんですねもうなんか汗とかスラッとしちゃったら直せるはいそうですそうですえー行かなきゃちょっとここ私行きます今すぐ顔を盛るというより雰囲気を盛るみたいな感じ 名言いいました <laughs> それででさ、ま、さに皆さんいい雰囲気で撮ってくださいねじゃあ続いてまるさんおすすめの新大久保コースどうしましょうかそうですねやっぱ新大久保といえば、うん、食が有名かなと思うので、うん、このカフェに帰って休憩をしましょう休憩しましょうはいなんかポップな見た目が特徴的のニューヨークロールとかアメリカンクッキーが食べられる<ー>ザ・クッキーというお店です初めて聞いた、うん、そう店内もすごく可愛くて なんか数年前から韓国でトレンドになっているボリューミーな茎が、うん、食べられるお店なんですけどこれも原宿日豪店がありまして新大久保店すごく人気なので新大久保店がオープンしましたこれちょっと机にあるやつですよね、うん、えー、今日はちょっと試食があるみたいで、ね、スタジオに来て知りました試食があるなんて嬉しい <laughs> どれだろうこっちかな えっとですね、ニューヨークロールとクッキーどちらも用意していただいてるんですけど、うん、まず見た目がめっちゃめちゃかわいいシュクレの方でも紹介したこのニューヨークロールの方はポップな見た目の方なんですけど、うん、1>, 1個 100g もあるーー重いみな <laughs> ちょっと持ってみますね <laughs> じゃあす <laughs> 甘さが結構控えめな感じです <laughs> あ本当だめっちゃボリあ重い重い重い 100g ありますからね、うん、ボリューミーですよ あすごいえい中にもクリーム入ってるあそうですそうですすごいじゃニューヨークロールいただきます、うん、あっおいしい本当だ甘さ控えめですねそうですねうんあめっちゃバナナの味する、うん、あおいしい うわーこれドリンクも欲しくなりますねそうですねここのお店ドリンクもすごく可愛いのでぜひ店内でドリンクとセットで写真撮っていただけたらと思いますこれは美味しいですよ映えるし美味しいしクッキーもいっちゃいましょうこれをいただきますじゃあうんうんうんえ激うまめっちゃ美味しい、ね、これうん ホワイトチョコも入ってるのかなわ美味しいこれなんかもうクッキーってオレオクッキーがマシュマロにもドボンって感じのインパクトのある見た目なんですけどめっちゃ美味しいこれこれ結構見た目も大きいんですけどボリュームもしっかりある感じだから友達とこういろんな味買ってこう半分こにしてシェアするのもいいかもしれないめっちゃ美味しいこのクッキー、うん、はいということでマロ、ま、さんちょっとこの後もご紹介めちゃめちゃしたいことがあったんですが、はい ちょ,ちょっと一個一個満喫しすぎちゃって <laughs> うん、うん、お時間がちょっと足らないみたいなのでそうですね <laughs> ちょっとまた来週違うコースでお願いしてもよろしいですかはい、はい、もちろんですありがとうございますよろしくお願いしますマロ、ま、さんのこの今日のビギナーコースはですね <laughs> あと二つスポットをご紹介していただく予定だったのでそちらはあのトーカーバウトの SNS の方にアップしておりますのでぜひチェックしてみてください、はい、お願いしますちなみにコスメとグルメ 載せておきますよろしくお願いいたします、えー、来週はですねクロート向けもう上級者向けのいろんなコースをご紹介していただきたいと思いますということでマロ、ま、さん来週もよろしくお願いしますお願いしますネオ、ね、トーカーバートは今夜はここまでですまた来週ありがとうございましたさあということでね、えー、私からもまああんまりそんな新横行かないですけど実はあの ククラックポッドとルンヒャンそして向井太一の「SOGOOD」という曲のミュージックビデオですね新大久保の 2D カフェというところで撮りましたあのダマし絵みたいに全部浮かんで見えるやつねあそこすごい写真映えもいいのでもしね行く方が立ち寄ってみてもらえたらいいなと思いますそういうことで、えー、シュクレの編集長マロさんそしてネオちゃん来週もよろしくお願いします T. P. S. レデオ。talk about、it. with たいきくど。T. P. S. ラジオからラジオラジコ YouTube で放送中のトカバーとダイスの工藤大樹です。今日のメッセージテーマは10年後も変わらなそうということで。ええー、住のボーカルギター片岡健太さんとお届けしています。引き続きお願いします。よろしくお願いします。さあ、続いても電話が繋がっておりますので、もう直接聞いていこうと思います。うん、もしもし。 もしもし。こんばんは。こんばんは。ダイスの工藤待機と隅間の片岡健太です。お名前お願いします。茨城県大学2年のひなのです。ひなのじゃん。さあ、はい。10年後も変わっていないと思うことお願いします。はい。10年後も変わらず音楽が大好きなんだろうな。おお、めちゃくちゃいい。いいですね。嬉しくなることだね。そうですね。これちなみに。 どっちなの、リスナー側、それともプレイヤー側。どっちもです。おお<ー>。<laughs> なんか楽器やったりとか、なんかしてた。えっと、一歳から小学校入るくらいまで、エレクトーンをやってて。で、小学校から中学3年まではピアノをやってました。おお。ちばちじゃないですか。そんなすごいね、こう。<laughs> <い>自分の。うん。 ななんていうのかな自我が芽生える前から音楽をやってるっていうのは <laughs> そうですね相当早い1歳からずっと今までずっと音楽やってきたの、うん、音楽自体を高校生になった時にうん、うん、部活がテニス部なんですけどめちゃくちゃ忙しくなっちゃって、うん、でプラスで勉強もあったりしたので、うん、高校の時だけ音楽を泣く泣くやるのをやめて。うん、なるほど でも合唱祭とかで歌ったりとかするのがもうものすごい楽しかったです。ち<ー>っと音楽できるみたいな。えちなみに今はもう高校卒業して大学に年生って言ってたのに、ね、さっきね。はい。今音楽はやってるの？ 今は大学でアカペラサークルに入りました。うん、おお<ー>、いいじゃないですか。サークル。うん。昔に比べたらアカペラサークルってもうめちゃくちゃメジャーになってるイメージあるけど、はい、今何人ぐらいいのサークルって？うちのサークルは100人は超えて。100人もいるの？すごいね。<laughs> 100人もいる。巨大。一大。集団じゃん。すごい。<laughs> アカペラだけでビッグバンドみたいになる。すごいね。すごいわ。 えこれちなみにひなのちゃんがやってるそのチームっていうのかなはどういう編成でやってるの、はい、基本は6人1チームって感じでああメインボーカルがいて、うん、でハモリで上からファーストセカンドサードのハモリがいて、うん、プラスでベースとボイスパーカッションっていう感じです、ねうん、なるほどねちなみにこれはひなのちゃんはどこのパートやるのが多いの 私はファーストかセカンドのハモリをよくやってます、うん、おひなのちゃんはメインボーカルをやりたいとかっていう感じではないのなんか私全然そんなに歌が上手い方でもないって自分で思ってて、うん、その上手い人がたくさんいるので、うん、その人の歌を活かすようなハモリをするのが一番今楽しいコ、うん、ー、ね、ラス向きの <laughs> いろいろ楽しみ方あるか、ね、<laughs> ありますねえちなみにサークルではどういった曲を練習するというかやってるんですか はい、この前やったのは米津玄師さんの「キックバック」うあとは今までで一番難しい楽譜でしたねいねあとは「東京事変」さんの「キラーチューン」私はやりましたあとは同期の男の子でミカさんの「ラバーズ」やってる子たちもいたり嬉しいあと大志さんの「スターマイン」やってる子たちたありがとうございます あらら、<laughs> めちゃくちゃいいですね。んんうん。なんか、え、アカペラって要は、譜面を起こす人いるじゃない。はい。それは、あの、メンバーの人がやるの?。あ、そうですね。基本メンバーの人がやることも多かったり、あとは先輩に。お願いしたりとか。うん、あ、そかそか。プロの楽譜からちょっと編成変えてみたりとかも。ああ<ー>。結構、しっかりじゃ作り込んでやってんだわ。いや、ちょっと聞きたいね。はい、<laughs> あ、え、なんか。聴けるやつあったりするの? <laughs>。<laughs> <laughs> めちゃくちゃ恥ずかしいんですけどプ<然>ロ,ロの方に聞いてるい,やいやでもないですよと私たちの同期で組んでるバンドで、うん、森山直太朗さんの「桜をやったので<ー>その音源を <laughs> ーおお。 おいやめちゃめちゃくちゃいいじゃないすごいね <laughs> ありがとうございますめちゃくちゃ恥ずかしい上手だね ファーストのハモリやってんのそうです一番上の一番上高いとく歌ってるのは基本抜けてくるね <laughs> <laughs> 抜けてきますね <laughs>、うん、えーえー、まあまあでもそのアカペラかどうかを、まあ、さておきでも10年後もその音楽をやってたいとそうです今後の目標とかあるんですか 今後はもう一回またピアノを少しややりたいなって,ってあいいね。いやもう絶対一歳からね、はい、指ごかしで多分すぐブランクも戻るでしょうよ。そうですかね。<laughs> あと他にやってみたい楽器とかありますか？あとアコギにめちゃくちゃ興味があるっていうかあ<ら>憧れがあって。うん。おういいね。ギターは持ってる？持ってないんです。ああじゃあもうあれだね。<laughs> 買っちゃったらもうやるしかないもんね。<laughs> 確かに。頑張って、うん、<laughs> 買います。うん、<laughs> ね。まあそのなんかじゃなんだろう音源をリリースしたいとかそういうことではない。うん、そうですね。うん。うんあくまでもこう趣味。はい。趣味として楽しみたいと思ってます。うん、いやそれでもいいですよ。ね、もちろん。音楽の楽しみ方はそれぞれですから。なかなかこう純粋に好きだ。 て思うものとか、はい、飽きないものってさあんまり見つからないもんねそうですねえ<は>しかもこの ねえ弾き語りとかを、うん、じゃあ例えば TikTok とかに上げるとかっていうのをテーマにしてやっちゃうと、うん、そっちが目になっちゃって、ね、載せるっていうことが数字を追いかけるようになっちゃうはいその楽しんで何々が弾けるようになったら楽しいとかっていうその原体験じゃない方向に行っちゃいそうだからうん、うん、ひななのちゃんの楽しむ方向の,その趣味みたいな延長上はすごく音楽としては正しい楽しみ方な気がしますよ。ありがとうございます、うん、すごくいいことだと思いますけど。 じゃあちょっと10年後の自分に向けて一言お願いしますよはい、はいはい、10年後も大好きな音楽からたくさん元気をもらって毎日頑張ってくださいおーい刺さったなめちゃくちゃいい言葉をすごいや本当ですね <laughs> 今 そういうふうに感じたぐらい。俺たちは魂売りそうになってたから。<laughs> <laughs> 危ない危ない。ちょっと取り戻して、うん。ちょっとしっかりね。出会えてよかったよ。えー、我々もそのテーマにしっかりやっていきます。ありがとはい。ありがとうね。ありがとう。ありがとうございましはい。またありがとうございました。 さあということでお送りしたのはスニカの最新曲「スターティングオーバー」これはあの5月に行った横浜スタジアムでのライブ音源の方、はい、ということですけども、うん、空間の広さが伝わってくる、うん、ね,ねところありますけどもスタジアム感がしかもこう3万3千人ですか、うん、大合唱パート、うん、ございますけどもこれどうでしたかこの空間というかみんなで大合唱みたいになった時いや、まあ、正直その 3万3,000人が自分がさ作った曲本当だから6畳の部屋とかで作ったさ俺しか知らなかった状態のそのんか曲を歌ってくれてるっていうんかそのんていうのそうですねコントラストというかさこんなことになるのかみたいなそれがね音楽の力というか音楽の良さってさ自分が つけた小さな、まあ、マッチとかでつけた炎をさ、うん、誰かに渡していくことによって、どんどん大きくしていけるでしょうん、うん、だそれが、こう、極限まででかくなった炎っていうのを、うんうん、この規模感で初めて見たからさ、いやー。なんかね、原始的な感覚で感、感動する。それで、あの、ライブの最中にもう感じてました感じた。ああ、そうなんですね。なんかね、 このだから2020年からさいろいろルール的に歌えないとかさ客席のルール厳しかったりしたじゃないだけど今年になっていろいろ緩くなってさ歌えるようになってちょっと忘れてたんだけど一斉に何万人っていう人が歌うと音圧っていうものが本当に飛んできてステージの前の方に立ってると押されるんでねボンその感覚を久しぶりに食らってうわすげえそれは。私この あの合唱パート結構長いから、うん、そのサビの頭だけとかじゃなくて、はい、何小節もあるから、うん、それなんか連続パンチを食らい続ける <laughs> みたいなうわ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 みたいなそうかんじゃこりゃみたいないやでもやっぱスタジアムならではな感じありますねすごかったねパワーがーちょっとそ,それや想像しただけでちょっとます、ね、<laughs> 本当にいや素晴らしい絵ですね本当に、はい、ということで十ークパートこの後十11時台の本部ですね、はい 片岡健太さんとお届けしますので引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします一部の放送局でお聞きの方とはここでお別れです、えー、TBS ラジオや YouTube では引き続きお送りしますのでこの後もよろしくお願いします TBS ラジオからラジオラジコ YouTube で放送中のトークアバウトダイスの工藤大輝です今日のメッセージテーマは10年後も変わらなそうということで<ん>住ミカのボーカルギター片岡健太さんとお届けしております引き続きお願いしますお願いします続いても電話です電話いきましょうもし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 おばあはダイスの工藤大輝と 片岡です。お名前どうぞ。岡山県高校一年生ゆうなです。さあ、十年後も変わっていないと思うことをお願いします。十年後もきっとネガティブな性格なんだろうな。なあ<ー>。うん。まあ <laughs> ネガティブ,、ねまあ、ティブ別に悪いことじゃない <laughs>、ね、と思うけどう、まあ、程度というかう、ね、どういうベクトルかによると思うんですけど。聞きたいね。<laughs> うん。どうですか？どういう感じなんですか？ネガティブっていうのは。 友達が話したの一つ一つの言葉にもとっても敏感になっちゃって軽くジョークで言ってきた言葉ももうなんか自分がこんなに悪いのかなって真似受けちゃうんです、うん、あなるほどわかるな <laughs> 結構わかるないや <laughs> でもそうっすね<ー>これは多々あるなちなみになんか、はい、ゆなちゃんが覚えてる中でどんなこと言われた時に落ち込んだ、はい、<laughs> 例えば私が、うん なんかこう,こうこうしたところが面白いよねとか言われちゃったら、うん、その面白いってどんな意味なんだろうって<ー>出して変なことしちゃったのかなって思っちゃうんですわ、うん、かるねなるほど、ね、これすごいわかる<ー>これちなみにさそれまあ面白いよねって言われたときに、はい、面白いってなんだろうなって思いながらも会話は続いていってしまうじゃないはいで。そういう時にゆうなちゃんはこの引っかかりつつもどういうリアクションをしてそこの場面を過ごしてるのかな と,まあ、とりあえず笑って、まあ、なんとか過ごしてるんですけども家に帰ってからもうずっと自分の頭で考えちゃってなるほどね,ねぐるぐるしちゃうんだでもそれあのゆうなちゃん的にはそれは変えたいなとは思ってるんだはいもう自分の中で変わりたいなって思ってポジティブに考えちゃうんですけどマイナスな考えに結局なっちゃうんですなるほどなんかそういうのって誰かに相談したりとかはしたことある、はい 友達にも自分とめちゃくちゃ逆真逆な人がいて何でも楽観的で何度かなるよってタイプの子に相談してみたんですけど考えすぎだよって言われて終わっちゃったんです。わかるね考って言うよね。こういう方々もねいらっしゃいますからね。ちなみに今10年後変わりたいって言ってたけどどういうふうな自分になれたらいいなって思う その友達みたいに10年後はもっと積極的に人とこう思うんですけど、うん、今の時点でで全然自信がないんですちなみになんか自分的にはこの時ポジティブになってるなみたいなタイミングとかってあったりします家族とお話しとったりする時とかバレー部で活動してる時はもう全然ネガティブにならないんです。うん、あスポーツしてる時なるほどね。誰しもがなる <laughs> ねうん、そうです、ね。けどねっていうかむしろこれは長所でもあると思うけどね。そうですね。それでこう直していけるっていう人の方向でもあるからね。気づけない人よりかは全然素晴らしいと思うんですけど。うんうん、え大気面はどちらかというとどっちのタイプ、うん、僕ね、実はネガティブです。うん、あかなり。 まさゆうなちゃんみたいに家帰って思い返してなんかあの人のあれって多分遠回しにこういうこと言ってんだろうなみたいなとかめっちゃ考えるんですけどはいはい、はい、考えるよねはいうん、うん、ただあの考えたとて結論も出ないは、うん、特にその時間が有意義でもないんですよはいだから例えば僕だったらもう曲作ったりとか、うん、なんかもうテレビ見たりとかうん、うん、その脳ののじゃない方向に自分持っていく、うん、みたいなことを やってます。なるほどね。片岡さんどうですか。俺もさっき完全にそうだっ完全同意だね。あ、もうそのじゃあ。ちゃんと同意。うん。ゆうなちゃんがその。ちょっとだから考えちゃうと、そういうことになっちゃうんだよね。家帰って。はい。だから。もう。ゲームとかしたらいいよ。その考えるっていう時間を。なるべく少なくしてあげると。 少しだからその性格とかは直せないから急にはやっぱり、うん、だしポジティブに考えようポジティブに考えようって結構逆にきつい気ね。しますよね。ねあとさなんか年齢を こう重ねてくるとさ、うん、ネガティブな人同士で仲良くなれる世界も, <laughs> も<う> <laughs> すごいあります多分俺らが多分10日バートこんな俺何回も呼んでもらってるのって <laughs> 今思ったけど俺お互いネガティブだから <laughs> 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 心のどっかで心地いいんだろうなって思ってると思うんだよねあ,<ー> <laughs> あとだから考える時間だよねやっぱね、うん、まあ体動かす俺らあ共通点筋トレ ジム行ってる。そういうことなんだろうな。そうでもやっぱりそのランニングしたりとか運動するとその脳のなんかいろんなネガティブなことが飛ぶらしいですよね。そうだからその辛いなって思ったら外走りに行くとかしてでなんか誰かと話したいなっていう時はあのネガティブな友達何人かでこんなことがあってさって言ってそれこそ大人になってね。 お酒飲みに行けるとかになってくるとそう,です、ね、そういう話結構盛り上がるからね確かにこれで傷ついたんだよねみたいな、うん、分かるみたいな何であんなこと言うんだろうみたいな違う観点からだと思うけてそうそうそうでもこれはこうなんじゃないかみたいなものを、うん、う傷口を舐め合う会みたいなものが、うん、いつかできることもあるだろうあありますありまますすこれお酒なくてもねそれこそ学生同士の友達でも同じ考えの人がいるかもしれないし確かに、うん、必ずしもやっぱりそれは俺は俺 マイナスなところだけではないと思うからセンシティブいろんなことに気付きやすいというかそうですねっていうことがんかプラスに考えられるような人なんじゃないかなと思うからそれは僕は武器だと思うねどうですかゆなちゃん頑張りますまあまあ頑張りすぎずじゃあちょっと10年後の自分に向けて一言お願いします ちょっとずつ本音を言える仲間をどん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 増やして10年後はポジティブな人間になるよいいじゃないですか大丈夫だ仲間は増えます増えますうん間違いなく間違いなくね無理せず少しずつ、はい、自然体でいてくださいはいありがとうございました、はい、ま頑張りますあり,がとうありがとうございました さあとということでお送りしてるのは「すみかでフィクション」ですけども、うん、こうやって梨紗の子たちの10年後変わらないこと聞いてますけど、うん、最初に言いましたけどうん、うん、10代の時にこの今の僕らのこう10年後とか20年後とかを、うん、想像全くしてなかった。 気がすするんでよねもうちょっと元気でいるはずだったらめっちゃ元気でいやこんな大人になってるんだっけなみたいなまあまあくも悪くもね想像通りにはならないよねそうですねまあよくしようと思って動いていたつもりではありますけどね結果そうだったかというとわからないけどもっていうところはねあると思うんですけどもねどう だと思うそ難しいかもしれないけど10年前の自分がさ、うんはい、想像してた自分と今の自分ってどう違ってどう思うえー、いや俺常になんですけど、うん、もっとやっとけばよかったって、えー、ずっとずっと思い続けてて,って今って感じですね。えー、なんかこうもっとできたなっていうのを思っちゃうんですよ。<ー>だから もううちょっと頑張ろうみたいに思えてるのかな,なるほど、ね、満足してない感じはねあるんですけどでも足りてないから続いてるんだろうなうんまあそこが足りてるって思ったらやめちゃうかもしれないしねそうですね進化が止まっちゃう大福もそうだし大スの進化も止まっちゃう、うん、からずっと足りてないっていうのは逆に幸せなことだね,ねそうですね、うん、って思ってますけどねうん、うん、片岡さんどうですか俺もでももで想像してたよりもだいぶいいぶね うん、俺はこんな未来が楽しくなるとそれこそスミカ始めた時なんで周囲から「お前らのバンド絶対うまくいかないよ」って言われてたからあ<ー>、うん、なんかいろんな人が反対してる中でも自分のやりたいっていうものを尊重して、えーまあ、あとはまあメンバーがいたからさこ、はい、のメンバーも割と <laughs> いろんなこと言われたと思うんだよ。 うん、あの悲しくなるようなこといっぱい言われたと思うんだけどそれでも続けてきてよかったなと思うことばっかりだからなんかね想像してたよりも、うん、人生っってて楽しいなな今俺は思うかなそうかそでまあさっきのゆなちゃんもそうですけど、うん、まああんまり肩肘張らずに頑張って少しずつ仲間とか増やしてたらうん、うん、きっと10年後20年後には少し ポジティブというか,、うん、なんかネガティブなまんますごくフラットに生きれてる可能性が高いですからそういう風に言って育ってくれたらいいなっていうねそうだね。と思いますけどね。うんはい、ということでね本日は「10年後も変わらなそう」っていうテーマでみんなの変わらないことを聞いてきましたが、うん、なんと最後にこんなメッセージが届いていたので紹介したいと思います。<い>福島県のの高校3年生のすずさん,すずさん以前 トークアバートに電話で出演して、部活のことでたくさんアドバイスしていただいた福島県高校3年の鈴です。先日、高校最後のコンクールに出場してきました。目標としていた結果には届かず、悔しい結果で終わってしまい、今もそれを受け止めきれない自分もいます。高校3年間、何よりも部活を優先してきたからこそ、本当に悔しいです。 でもえ部活で出会った仲間は本当に最高でいつ会ってもくだらないことで笑い合えるし辛い時は支え合える仲です、まあ、うまく演奏できないこともたくさんあったし人間関係で悩んだことも山ほどあったけど部活に行きたくないと思う日は一日もありませんでした最後の1年間は特に忙しくて楽な日なんて決してなかったけどその分定期演奏会のステージもコンクールのステージも今までないくらい楽しかったです 悔しい思いを含め、十年後も、きっと、この三年間のことを大事に思う気持ちは変わらないと思いますと。と、うん、いつあってもくだらないことで笑い合える人がいるっていうのは、人生においては大きな財産だからね。そうですね、俺、最近だって、一番こう幸せだなって思ったのが、はい、男友達四人でね。ええ 夜12時までやってるアイス屋さんがあって11時45分にアイス食べに行ったのねでギリギリ今日は来てくれてありがとうブラザーって言われて店員さんにねでまた来るねブラザーっつって出てって11時59分にまた同じ店行ったの4人でまたアイス食べたのめちゃめちゃ笑ったのそれでか俺らは大人になって何をやってるんだろうでアイス屋さんに行って な何してるのかわかんないだ。から生産性なんてない,ない理由なんてないの、うん、本当ただのノリっていうか夜アイス2回食べたねっていうだけの話なんだけど、うん、これ話してて別に面白いとも思わないんだけどその場にいた4人は、うん、俺絶対幸せだなって思ってたと思うんなんかそういうことを分かち合える人と出会えるって、うん、すごい幸せな人生だなって俺この間先々週ぐらい思った だからだからこういうね部活を3年一緒にやってきた人その結果ももちろん大事だけど、うんそ,ね、その過程でねさっき「大貴面」も言ってたけど、うん、こういう仲間に出会えたっていうのはね本当にずっと大事にしてほしいなと思うね。ますよまあ悩みもあるけど、うん、まあ変わっていくことからと変わらないこと、うん、みたいなものうんいろいろあるけど何て言うのかな。 まあそれも含めていいじゃんって今思えてる俺は思ってるから変化を楽しんでいきたいなと思うね変わらないことも変わっていくことも片方だけだとね面白くないですからねずっとこうあれだね心電図をたまに思い浮かべるんだけどさ止まっちゃうとさやっぱりこう生命として終わってしまうからいいこともあったり嫌なこともあったり変わっていくことも変わらないことあってっていうのが。 人生なんだなと思うね。そうですね。でも、セミカはあの十年ですけど、これからその十年後、逆にとか、どういう風にありたいとか、どうなってたいとか、なんかぼんやりあったりしますか？そうだね、まあ、変わらずバンドを続けたいね。それが一番の目標だから。そのために、もちろんね、売れなきゃいけないとか、クリアしなきゃいけない課題あるんだけど、第一は、音楽が好きで、音楽を続けたいってものがあるから。 嫌いにならない程度にやるっていうめちゃくちゃそれも思います本当に思います最近特に思いますねあで詳しく聞かせてで詳しくお話ししますけどもでもあの今年10周年でライブツアーあるというふうに伺ってますけどもやります10月から25公演のライブツアーがありましていっぱいいいですねシンガーロングというタイトルで基本的にライブハウスを回って で来年になったら春にアリーナとかあるようなツアーこれ「フライデーサーカス」というタイトルで回る2個のツアーを発表しているのですごい,です、ね、いっぱいライブやります。 また全然違う楽しさがありますね。ある。ライブハウスとアリーナでは。ねもあるし、夏フェスもたくさん出る中で、確かに。ダイスとの共演もあると。いや本当に楽しみです。ねいや嬉しいです。本当に。同じステージでね。いや高まります。お互いの熱を持った状態で同じステージ出れるっていうのはいいよね。ちょっとバックヤードで一緒に飲みたいです。乾杯しよう。ぜひ。お願いします。お願いします。はい。 遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。ということで改めて本日のゲスト、住みかの片岡健太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 Radio. Talk about. TBS ラジオからラジオ、ラジコを YouTube でお送りしています。トカバーとここからは僕の選挙コーナー1曲目、同じ月を見ていたフィシャリングエルボスティのまみりです。 マミー・デ、え、ィー、フィーチャリングイル・ボスティーノで同じ月を見ていたということなんですけども、マミー・ディーさんはあの、ね、歌丸さんとグループ組んでらっしゃいますから、このラジオをお聴きの方も知ってる方多いかもしれないですけども、ライムスター、DJ ・ジンさんと、えー、お三方でやられているヒップホップグループですけども、このフィーチャリングされているイル・ボスティーノさんはですね、ブルハーブという北海道の札幌拠点に活動している ラップグループというかね、ラッパーの方なんですけども、もう本当それはそれは、僕もまあ中学高校かなぐらいの時にもう本当に周りでみんな聴いてました。もうだからレペゼン札幌といえばザブルハーブっていう感じなんですけども、この2人が曲をやるということがどれだけすごいのかということを語るともうここの尺2時間ぐらい必要なんですけど、あのヒップホップのカルチャーにはビーフというカルチャーがあります。要は、 さっくり言うとまあちょっとこう自分と相手の主張がぶつかり合ってこうなんだろうなバトルというかちょっと悪口みたいな方向になるんですけどももっとねあのこんな簡単な言葉じゃないんですけどもまあプロレスみたいな形でやってる方もいるんですけどもまあビーフという文化がありましていわゆるこのマミディさんとボスさんがビーフしていたまあ厳密には どうなのかっていうところはありますけども、えー、普通にヘッズの僕らからすると知っていたんではないかということで、その方々が文十年の時を経て一緒に曲を出すというところにですね、ものすごく、なんだろう、感動もありますし、こう、うわ、時代が動いてんなって感じもしたんですね。 うん、なのですごく意味のある一曲っていうかまあもう一曲あるんですけども「サ t a r t i n g ー v ーーって曲がねあの逆パターンであのそっちもみんな聴いてほしいと思うんですけどもなんかねここに来てその長年のビーフが、えー、すごいなんか化学反応を起こすっていう曲がねいっぱい出てまして次もその曲かけたいと思ってますもう本当に1日3回ぐらい聴いてるマジで、はい、それぐらいもうスキルとスキルのぶつかり合いで しかもこれは、まあ、ビーフってこうさっき悪口で言いましたけどもお互いにお互いのことをリスペクトしつつ俺は俺の道行くからっていうちゃんとこう自分の芯がしっかりあった二人の曲ということでもう一曲聴いていただこうかなと思いますオジロサウルスでプレイヤーズプレイヤーフィーチャリングクレバー さあということでお送りしているのは p レイ y ー s Player、えー、フィーチャリングクレバーオジロサウルスなんですけどもこの曲2人もめちゃめちゃやばいんですけどもいろんなところの情報を見ているともっとやべえなと思うのがゾーンさんっていうラッパーがいらっしゃるんですけどもこの曲 All My Homies っていうレコードレーベルから出されてるんですけどもそれがゾーンさんのところでなのでこの2人が曲出すように説得したのはゾーンさんなのではないかという都市伝説が ありま,すまあなんかそういう記事はまだ出てないので実際のところどうなのか分かりませんけどもまあなんかそういうのも含めてやっぱヒップホップって面白いっていうのをね改めて思った一曲でしたはいまたね改めてクレさんの曲とそしておじろさんの曲を聴き直しております私なので皆さんもぜひもうクラシックなんでぜひ皆さん聴いてみてください TBS ラジオからラジオラジコ YouTube でお送りしてきたトカバと来週のゲストはですね先日僕の代わりにパーソナリティを務めてくれましたトカバとファミリーラブライブス,スーパースターから生まれましたスクールアイドルグループリエラの青山なぎささんそして大熊若菜さんがスタジオに来てくれますテーマはこれが私の最強タッグということでまあ恋バナと深夜の電話は気づいたら 朝まで喋れる。作業タッグ。とかね。あと、プールの後のクーラーが効いた教室。すぐに眠れる。作業タッグ。映画とポップコーン。ああ、そうですね。これがあれば、内容なんか面白くなくてもいい、そんなことでもないけどね。まあ、いいタッグと思いますよ。あの、まあ、当たり前すぎて言うか迷いましたけども、オルナミンシート。ポカリスレット最強のタッグです。これはもう言うまでもない。 言うまでもないけども、改めて声を大にして言おうと思いましたからね。はい。まあ、このような感じで、何かと何かを掛け合わせたら最強という、個人的な究極タック、これを教えてください。メッセージはトークアバタートの公式 LINE に送ってください。僕とリエラのお二人から電話することもあるので、ぜひ積極的に LINE を送ってください。よろしくお願いします。ということで、トークアバタートはまた来週土曜日の夜10時です。お相手はダイソーの工藤大輝でした。さよなら。